ロシアという大国抜きでこのエリアを語ることは僕はできないと思います、うん、直接的か間接的に支配下にあって、まずこれを知っておかないとこの地域の話はできない。石油天然ガスの外貨たくさんアゼルバイジャンの経済に入ってきて、すごい地政学的にも大事だし、うん、資源も豊かですし、 その場所をみんな自分の支配下に置きたかった。こんにちは、カズです。アリベイです。越境 3.0。 はい、アリベイ、こんにちは。こんにちは、カズさん。はい、今日は皆さんおなじみのモスクワ生まれのアゼルバイジャン人起業家、アゼプロ代表取締役のアリベイ・マンマドフさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのアリベイといえば、まあ、モスクワ生まれでアゼルバイジャン人ということで、まああのまあ、ロシア、アゼルバイジャン、そしてあのコーカサス、あの地域全体の、まあ、ビジネスをね、まあ、されてるわけですけれども、まあ、あの中で今すごい期待の星と言われているのがナゴルノカラバフ、うん、ナゴルノカラバフは2020年まで戦争をやってて、まあ、ナゴルノカラバフ戦争、まあ、あのソ連崩壊の時からね、ずっと戦争をやったり停戦したりでずっと続いてきて、で 2020年か、はいはい、まあ、本格的にもう終了ということで、うん、まあ、僕もカラバフに行ってきて、まあ、戦後復興にまあものすごいびっくりして衝撃受けたんですけどそこのね、まあ、カラバフのその後最新情報ということで、うん、はい、まあ、ロシアとかが今どう関わってるのか、うん、周辺国もどう関わってきて、まあ、どんなビジネスチャンスが今あるのか、うん、そんな話したいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりですね、あの、うん、アゼルバイジャンとかアルメニアとかナゴルノカラバフの話をする上で、どうしても私たちが気をつけないといけない、うん、まずは話さないといけない点、まずロシアなんですね、うん、ロシアという大国抜きでこのエリアを語ることは僕はできないと思います、うん、あの過去2世紀見ても、あの帝政ロシアの時代からソ連時代、あと今の新生ロシアになってからも30年以上経ってますけど、うん、とにかくこのロシアとまとめて言いますが、この3世紀弱のエリアで、このコーカサスでロシアほど強い大国他にはなかったです。オスマン帝国にしてもイギリスにしてもアメリカにしてもフランスにしてもイランにしてもそうですけど、この 2,3 世紀はもうこの今ジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンの3国があるエリアはもうロシアの支配下にずっとあって、直接的か間接的に支配下にあって、あのコントロールされた地域なんですね、うん、まずこれを知っておかないとこの地域の話はできない、うん、政治もそうだしビジネスもそうです。でアゼルバイジャンはあの独立した、ソ連が崩壊してアゼルバイジャン独立した後に頑張ってやっぱり自分の独立、うん、あの独立国家なんでロシアに頼らず、もうあのトルコとかヨーロッパを目指して、うん、そこソ連時代にあのそこ閉まってたのでね、その扉が、うん、やっとソ連が崩壊したのでアゼルバイジャンが欧米を目指してきましたけど、うん、結構仲良くなったんですけどね、あの欧米のアメリカの結構ヨーロッパの日本もそうですけど、投資がたくさん入ってきて石油天然が入りました、はい、アゼルバイジャンと西側諸国がね、すごい距離感縮めて、でもその一方でロシアとの距離感がすごい離れていったっていう時期があって、ね、そうです、結構離れていって、だってロシアから見てアゼルバイジャンは敵対されてるんじゃないかと見られて、うん、アゼルバイジャンからもいやロシアの方が我々敵対してるんじゃないかと、うん、あの仲が悪いアルメニアを支持してるんじゃないかということで、うん、やっぱりロシアのことを悪く見ていたアゼルバイジャン人が特に90年代2000年代の初め頃すごく多かったというか、うん、もうほとんどでした、うん、まあ、やっぱ、ね、ナゴルノカラバフ戦争の構図が、うん、アルメニアを支援するロシアと、うん、アゼルバイジャンを支援するトルコっていう、うん、そういう構図になってるから、やっぱりその意味でもね、うん、ロシアとアゼルバイジャンっていうのは、うん、まあ、ちょっとギクシャクしていましたから。そうなんそうなんで90年代はトルコ今ほど強くなかったし、あと新生、うん、あの生まれてきたばっかりのアゼルバイジャンのために、うん、ロシアとの関係を悪くしたくなかったですね、うん、当時のトルコは、うん、だからアゼルバイジャンをあの言葉では言ってましたけど積極的な支援はできなかった。ただロシアは積極的にアルメニアを支持してあの支援して、しかもあのロシアのスナイパーとか軍人も武器もたくさん入って、で結局アゼルバイジャン当時アルメニアより強かったですけど結局負けたんですね、うん、要はアルメニアじゃなくてロシアに負けたんですよ、アゼルバイジャン当時の戦争で。でそれが2000年代になってアゼルバイジャンが世界的にも認められるようになって、石油天然ガスの外貨たくさんアゼルバイジャンの経済に入ってきて強くなった後に、ロシアからもちょっとやっぱり相手にしないといけないと、アゼルバイジャンを仲間にしようということで、ちょっと接近してきたんですよね。でロシアにあのまずね、これね、アゼルバイジャンなんでウクライナの話で問題であのロシアに制裁しないとかね、よく言われるんですけど、それね、この地域のことわからないということですよね。そう勝手にはできないですよ。あのロシアにもう300万人近くアゼルバイジャン人住んでるんですね。そうですよね。まあ、ロシア国籍もらってる人見れば、アゼルバイジャン国籍の人見るんですけど、何かある時にね、あの違法移民とかなんだかんだ理由つけて
強制送還したりするわけですね、うん、でそうなるとねアゼルバイジャン経済にとって大きな打撃だし、うん、ロシアで稼いでその他にアゼルバイジャンに送金している、それで家族を養っている人たち未だに多いんですよ、うん、アゼルバイジャン農産物、農産物のほとんどの輸出先はロシアなんですね、うん、すぐ持っていけるから1日2日3日で、うん、モスクワまでペテルブルグまで持っていけるし、うん、でそれでただ日本まで持ってこれないじゃないですか、うん、トマトとかヘーゼルナッツとかそんなに簡単に持ってこれないでしょ、うん、でもロシアにもっと安く持っていってそこで高く売れるから、うん、アゼルバイジャンの農家たちはすごい売れ儲かるんですね、うん、しかもアゼルバイジャン石油天然ガスに目強いんですけど実は人口の4割が農家なんですよ、農業関係者、そうそうそう、農業大国ですよ、うん、アゼルバイジャンってね、11気候帯、世界の11気候帯のうちの9つの気候帯が、うん、アゼルバイジャンの国土の中にあるから、いろんなものがもう北から南まで作られるんですよね。でそれでこれまで僕らがアルメニアに支配されて占拠されてたので、うん、ナゴルノカラバフをするとその周辺地域カラバフ僕ら使えなかったですよ、うん、あの素晴らしい土地をね、そうだね、カラバフのね、黒い土、ね、黒い土、うん、ナゴルノカラバフっていうのは黒い土っていう意味ですから、うん、もう肥沃な大地っていう意味ですからね、そうなんです、もう本当にもう北の大地みたいな、そういう意味でしょうけど、北海道みたいな感じ、すごいそう、ブドウとかトマトとか農産物も本当盛んなんですよ、うん、それこそワインも作れるし、うん、ワインの先にねそのブドウリンゴ、うん、あとアンズとかドライフルーツ全般、うん、トマトキュウリも野菜もすごい豊か、そうそうそう、しかも無農薬オーガニックですからね、そうなのよ、農薬使わなくても強いんで土がいいのであんまり病気にならないですね、あとね、なんかアゼルバイジャンのザクロって有名じゃないですか、うん、あれザクロとか日本の庭で育てるとね虫がいっぱい湧くんですよ、うん、甘いから、うん、でもアゼルバイジャンのザクロって地下水を汲み上げてザクロ育ててるから、うん、その近くに川とか湖がないところでもザクロ育てるから、そうそう、虫が湧かないところ でしかも爆風とか風強いでしょ、うん、そうです、虫がつかないからね農薬使う必要ないんだって、うん、そうね、そうだから俺ね、ザクロの方に行ったんですよ、うん、爆風で、でなんかこれ木からバキッともぎって、うん、あい食べろとかって言われたんだけどいやこの大丈夫かなと、農薬とか、うん、農薬使ってないからもうそのまま食べられるよ、自然で、そう、木からもぎったザクロそのまま丸かじりですから、うん、すごい美味しいんですよ、美味しい無農薬で健康に良くて、そのザクロもアゼルバイジャンとかイランとかあの辺が、うん、ザクロの発祥の地とも言われてるし、アゼルバイジャンだけでもザクロの何十種類もあるんですよ、ザクロってあれですよ、クレオパトラが愛したフルーツって言われ て、ね、もうお肌と健康にいいっていう ね美女のフルーツですよ、アゼルバイジャンといって今どこでもザクロできるんですけど、カラバフでもあとギョイチャイという別のその町があって、ギョイチャイってワインの名前でね、あるね、あ、ギョイチャイか、ギョイチャイ、ギョイチャイには2000何年からでしたっけ、アゼルバイジャン政府の指導で、うん、ザクロ祭り毎年10月末か11月、はいはいはい、知ってる知ってる、俺ビデオで出すね、あれね、うん、世界文化財に登録されてるの知ってます、そうなんだ、された世界の無形なんか その文化、無形文化遺産登録されたんですよ、うん、ね、ザクロの種でいろんなものを作るんですね、うん、芸術作品とか素晴らしいんですよ、皆さん調べてみてください、うん、英語でね、アゼルバイジャンのザクロ祭り、うん、ものすごいんですよ、すごいな、ただそのザクロでアゼルバイジャンがもちろんジュース類化粧品も作ってるし、いろんなものドライフルーツもあるし、あとワインね、うん、ザクロのワインもあります、ただあまりにも甘いからザクロワイン日本人知らないから僕もちょっとだけ持ってきてましたけど、やっぱりブドウの方が売れますが、うん、結構健康を考えるのであれば別にザクロもね、美容が結構美容なのでね、うん、体にもいいです、そのまま食べてもいいです、うん、アゼルバイジャンちょうど僕らが今ね、うん、別のテーマですけど10月にカズさんと一緒にナゴルノカラバフツアー考えてます、そうなんですよ、その時ちょうどねザクロ祭りにもうぴったりタイミング合うかもしれないから、うん、別に祭りに合わなくてもザクロがすごい取れる時期なので、たくさん、うん、ザクロのジュースもそのまま市場で絞ってもらってそのまま飲めるんですよ、いや、そう、美味しいし体にいいよね、うん、ザクロは今まで飲んだザクロ何だったかということを皆さん多分疑問に思うと思いますよ、これまでも何だかと、高いし日本で売ってるザクロジュースは、そう、あれだと安い、ザクロ安い、国内で食べると安い、飲むと安い、めちゃくちゃ安い、国内のザクロワインも安い、うん、結構ねたくさんありますよ、アゼルバイジャンでスーパーで売ってるこのぐらいの紙パックのザクロジュースが、うん、まあ、30円とかそんなもんなんですよ、そう、アゼルバイジャンで買うと、だからそれたくさん買ってお土産で配りますもんね、それね、みんな喜ばれます、今ね、カラバフでもカラバフの地でも今ザクロとブドウとこれからたくさんその畑を増やして、うん、アゼルバイジャンの農業省とアゼルバイジャン企業たちが、はいはいはい、でそこでできたものもどん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 ロシアとかヨーロッパとかあと中国にもうほぼ決まってるから売り先が、そうだよね、輸出するんですよ、あそこはね、ヨーロッパとアジアをつなぐ大陸のつなぎ目じゃないですか、そうです、そうです、南北国際輸送回路、あれの中心にもなってるし、うん、すごいこれから物流のポテンシャルすごい高いと思うんですよ、うん、でその上で、まあ、農業大国のアゼルバイジャンの中でも黒い大地と呼ばれたナゴルノカラバフ、うん、でさらに観光ですよ、観光のポテンシャルは僕ものすごいあそこ高いと思う、
あのね、あのスイス、皆さんイメージしやすいようにスイスとかあのイメージしてください、うん、スイスとか、うん、あと南米のペルーとかボリビアとか、はい、カズさん実際行きましたよね。行った行った行って、その主社なんかはその山の中腹に城塞があるんだよね、うん、だからまさにもう本当高いところに作られた、うん、もう古き城塞の街っていうかね、うん、でアゼルバイジャン の, あの詩人とか作家とか、うん、そういうのってナゴルノカラバフ出身の人がすごい多いんだよね。おっしゃる通り、これね、だからこそこのシュシャとかナゴルノカラバフは特にシュシャし、今カズさんが言ったところが、うん、アゼルバイジャンの文化の源とも言われてるんですよ。だから文芸作品なんかもたくさん出てるし、そういう作品が生まれてくる土壌なんですよ。 そこであの生まれる方が喉がすごい強いんですよね。あのすごい上手いんですよ、歌とか。そこ出てる人たち、芸術関係文化関係者がものすごい多い、有名、世界的に有名な人も多いですよ、うんうん、アゼルバイジャン人で、うん、なぜかそこに生まれる人が芸術とかうまいんですよ。ああ、そっか。まあ、あの環境もいいんだろうけれども、うん、やっぱりその戦争をやったっていうその苦しい歴史的背景、うんうん、そうです。そういうのもやっぱり自分の感情みたいなものを高ぶるんじゃないかな。今ね、今ね、ナゴルノカラバフ戦争、僕ら言うけど、最近の問題ですからね、うん、このエリアはね、昔からオスマン帝国もアラブもロシアもね、どんどん18世紀、うん、17世紀、16世紀、15世紀、ずっと血が毎回流れて、たくさん人が殺されて、うん、この地をみんな獲得したかったですね、うん、すごい地政学的にも大事だし、うん、資源も豊かですし、その場所をみんな自分の支配下に置きたかった、でも今はそこはもうアゼルバイジャンのものだということで、ね、僕らも特別に、カズさんのね、コネクションとかでそこに行けるかもしれないから、あの僕と私もあの付き合いますので、ね、一緒に行きますので一緒に、うん、あのやってますが、ぜひそのナゴルノカラバフの、ね、うん、良いところを皆さんに見せたい。そうですね。で一応今のところ10月ぐらいにね、うん、あの越境 3.0 チャンネルのワールドツアーっていう形で企画できたらいいなってことで、うん、僕とアリベイで今企画をもう練りに練ってます、うん、でアゼルバイジャン政府の許可得ないとね、うん、もちろん入れない場所なんで、うん、でもなんか年内か来年頭ぐらいにはあの観光客、一般客誰でも入れるようになるんじゃないかっていう噂はあるんだけど、でもそうなっちゃったら遅いんですよ。遅いんですよ。もうみんなが入れないうちに特別に許可を取ってその中に入って、現地の政府とかともパイプを作っていくっていうのが非常にあの可能性あるし、ビジネスチャンスだと思うんですね。僕ね、今トルコの人が結構積極に関わってますけど、ビジネスも、うん、その復興支援とか再建とかいろんな道路を作ったり、うん、建物を作ったり街を作ったり、うん、全てをゼロから作ってますよ。ものすごい莫大な投資がされてます。そうですよね。本当に10年20年後はでもドバイみたいになっちゃうんじゃないかと思われる。すでにこの 3,4 年でも大きく変わってきてますけど、うん、そこにね、僕ぜひですね、ぜひというかね、日本人の企業が関わらない、僕もったいないと思うんですよね。もったいない。だってぜひ日本人がそこに関わってほしい。そう、アゼルバイジャン親日国だし、うん、でしかもナゴルノカラバフの復興に関しては、うん、あの大統領府とか、うん、あとアゼルバイジャンのそのなんだっけ、うん、あのカラバフエコノミックリージョンの代表の方とかね、うん、はい、あのもう大統領がそもそもこのカラバフに日本の技術とかサービスを積極的に導入したいって言ってるんですよ、うん、でそれ言ってて、しかもそこに予算を出すとまで言ってるのに、うん、これ日本人が知らんぷりしてるのはもったいない話だな、ね、多分ロシアとか皆さん意識してるでしょうけど、でもアゼルバイジャンすごいロシアとバランスを取れてるし、うん、結構抑えてるので、ロシアと逆に仲良くなってきてるから、うん、だからロシアからの脅威は僕はないと思います、しばらく、多分何十年も、うん、だからアルメニアとロシアの関係が今冷めてるし、うん、アルメニアとロシアむしろ敵対してることになってきて、アゼルバイジャンと接近してるから、逆に何かおかしいことあったとしても僕は今度はロシアに守られると思うんですよね、うん、あのこれまでずっと支配されて占拠されてましたけど、だからロシアとすごいいいバランス取れてるから、うん、治安もいいし、うん、これから仮にそう、今平和維持軍、ロシアの平和維持軍いますけども、それ以上にアゼルバイジャンの軍隊警察もいるので強いので、うん、トルコ人の監視もあるし、あの近くにねパイプラインとかも通ってるから、BTC、すごい安全ですよ皆さん、うん、でそのあんな複雑な歴史がある場所、こんだけ安全でこんだけ観光ポテンシャルがあってビジネスチャンスもあって、うん、しかも特別に日本人に来てもらいたいというのはね、そうそうそう、これね、ぜひ一人でも多くの日本人知ってほしいんですよ、うん、だから2020年以降ね、びっくりするぐらい変わったんですよ、うん、あそこの地は。だから日本人がイメージしてる、まあ、ナゴルノカラバフっていうのとは多分全く全然違うような状況が生まれてますので、ちょっとそのナゴルノカラバフの未来にね、僕たちもちょっと先取りして関わっていきたいと思います、うん、でナゴルノカラバフはやはり農業と観光、うん、この2つのポテンシャルものすごい高いと思ってるんで、なんかそのあたりのお仕事考えられてる方はちょっともう絶対一度足運んだ方がいいと思います、うんうん、でその農業といえばやっぱりブドウもね、美味しいブドウが取れるということで、アリベイがですね、アゼルバイジャンのワインで、その中でも特にカラバフワインという、うん、僕が一番大好きな
ワイン、もう僕はアリベンとかのお得意さんなんですけども、本当に美味しいワインで、もう多分ワイン今ほとんどもうそれしか飲んでない僕は、うん、まあアゼルバイジャンのワインのカラバフか、あとあのギョイジョル、あとメイサリーね、メイサリー、うん、まあそのあたりぐらいしか飲んでないっていうぐらい大好きなんですけど、なんとアリベイが越境 3.0 チャンネル限定特別割引スタートしました。これね、まあ、カラバフワイン大体普段は百貨店とかで買うと6000とか、うん、そのぐらいするのかな、1万とか5000とかね、8000とかですよね、1本で、うん、でそれがですね、今回も大盤振る舞いで、うん、まあ、今回の特別割引キャンペーン1本もう2000円とか3000円程度でセットになってるという、はい、で初心者セレクトで、アリベイが初心者向けにこのワイン飲んだらいいんじゃないかっていう初心者セレクトと、でそしてお手頃セレクトとガッツリセレクト、3つね、特別に。お手頃セレクト、お手頃セレクトっていうのは本当にお手頃、もう1本も2000円程度で、あのカラバフワインとか、まあ、4本程度セットになってるセット、3万1000が1万円になってますね、うん、だからもう半額以下ですよ、うん、でもう1個がガッツリセット、ガッツリセット、いやもうどうせだからこの安い際にもうまとめて買っておきたいというガッツリセット、これあの人数限定の販売ですんで、ぜひお早めに皆さん概要欄のリンクの方からお買い求めいただいて、アゼルバイジャンワインで、特にもうこれ全てのセットにカラバフ入ってるんでしょ、そう、全部カラバフワインが本当にむちゃくちゃ美味しくて、あのラベルがかっこいいよね、うん、あの絨毯、ペルシア絨毯の、あの本当はアゼルバイジャン絨毯ですけど、分かりやすく言うとペルシア絨毯のアゼルバイジャン柄の、うん、あのなってます。しかもガラバフ柄、本当はもっと正しく言うとカラバフの柄なんですよ、カラバフの絨毯なんですよあれは、うん、復興の意味でもね、だからユネスコの無形文化遺産ですね、アゼルバイジャン絨毯もね、うん、でそれが、まあ、ワインのラベルとして使われてるという、もう本当に空き瓶を飾っておいてもかっこいいようなワインですんで、うん、ぜひ皆さん、アゼルバイジャンワイン試してみてください。前回は、ね、1時間で売り切りました、あっという間に、あの限定品なんであっという間になくなってしまうんで、今回内容が変わってますから、はい、内容別の内容 で、うん、でかなりもう半額以下になって、あのお買い求めいただけますので、ぜひお早めにお買い求めください、お願いします。ということで、本日はアゼルバイジャン人企業家のアリベイ・マンマドフさんにお話しいただきました。アリベイさん、ありがとうございました。ありがとうございました。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、Here we go!待ってます。